おはようございます。2024年8月15日木曜日の朝です。今日の体重は 65.40 でした。体重ポルツは 37.6% です。おはよう、アキラちゃん。今日の天気は曇りでございますね。雨が降りそうな雰囲気でございます。ちょっとね、もうジメジメと暑い感じもしてますけれどもね。はい、そんな感じでございまして、今日はね特に予定ありませんけれども、昨日ダラダラしちゃった分やらなきゃいけないお仕事が溜まっております。なのでいろいろやっていこうと思います。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は納豆オムレツ、ピーマンのスティックサラダとミニトマト、万願寺唐辛子味噌とマヨネーズを添えて、あとはハグラウリのだしじゃない、めんつゆ漬けとからし漬けと白いご飯で食べます。今12時15分くらいです。今日ねお昼ちょっと外に食べに行こうかと思ってたんですけれども、なんとね、あのアンリュージのね奈々さんから連絡があってね、一緒にご飯食べませんかって連絡来てくれたんで、ちょっとねお邪魔しに行こうと思いますよ。行きます。アンリュージさん着いたー。アンジュさんね、道端にこんなに素敵な花もたくさんね、いつも毎年綺麗にしておりますよ。行きます。今日のお昼ご飯です。今日のお昼ご飯はお刺身、そしてジンギスカン、みんなで食べます。ごちそうさまでした。すごい美味しかったしね、めちゃめちゃお話ししたいことたくさんあったからね、すごいお話に夢中になりまして、全く動画撮るの忘れてた。でもすごい楽しくて美味しかったです。そして今ね、隣の隣町長沼町のラッキーの方に、ね、買い物に来ましたよ。久しぶりにここ来た。そしてなんかいい感じ、北海道らしい夏のジリジリな感じがいいですね。行きます。油町帰ってきましたよ。本当に今日は北海道らしいいい夏の日でございます。中入ります。中入りますじゃないや。マヤさん来たよ。マヤさんのとこのなんだっけ、魔女のトウキビすごいでしょ。真っ青って言われ何、真紫、すっごい綺麗、なんかルビーみたい。すごい、ルリコさんお買い上げ。エリコロの動画帰ってきましたよ。そして着替えてきましたよ。今日はね、あの公民館でバレトンでございますよ。なのでこれからもうね、暑さ対策万全にしましたので行きます。お湯分け公民館着いた。こちらはね、あのエアコンないんですけど、夜ですしね、だいぶね涼しくはなってきてるから夜はね、なので今日はね会場はここということでございますよ。行きます。フィットネスサークル2個行きます。こんばんは。こんばんは。安心してください、来ました。よかった。森潤さんと一緒にカマキリ。あ、本当だ。どこで飼えるカマキリだよ。びっくりだ、すごい大きい。おお、見てるこっち。ごめん急に来て。ごめんね、見に来ただけだよ。大丈夫だよ、鳥に食べられないでよ、こんなところに。聞こえるけどどこか全然わかんないよ。もうでも汗びちょびちょで足がくぐくだ。中入ります。
今日の夜ご飯です。今日は旦那さん作ってくれましたあんかけ焼きそばでございます。実はお昼にいただいたお刺身残ったのをちょっといただいてきまして、お刺身用の海鮮がいろいろ入っておりますよ。あとは、ハグラウリの出汁漬けとからし漬けで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということでね、先にシャワーに入ってから夜ご飯を食べましたっていうくらいすっごい汗かきました。今日ですね、いや本当に、それで一応バレトンなんですけれども、今月に入ってから第1週目、第2週目、今日第3週目とね、連続でたまたまなんですけどもね、いつも隔週なんですけども、続けて毎週できてるんですけれども、やっぱりね、1週おきにやるよりも毎週やってる方がなんかすごいいろいろできるようになってる自分に気づけるので、ちょっと面白いなって思いました。やっぱりね、隔週だと毎回ね辛いんですよ。体のバランスもグラグラだしね、なんかいろいろ大変なんですけれども、なんかやっぱりね、全然違うんだなって改めてね思ったりしておりますよ。まあでも本当いい汗かけました。すっきりしましたね、すっごいね。そんなわけでございましたけれども、今日はね、一日午前中のうち、お洗濯したりとかね、お家の中片付けたりとかしてたんですけれども、それで本当はね、お昼外で食べるかって言って話してたんですね。ちょっぴりだけ買い物もあったからなんですけれども、なんとね、安龍寺のね、奈々さんから連絡ありましてですね。で、ほんとね、お寺今ね、ちょうどお盆でね、忙しい時期ではあるんですけれども、たまたまね、ああやってね、すっごい豪華なね、お刺身がね、あるから、もし、家族だけで食べきれないからっていうことで声かけてもらってね、行ってきたんですけど、めっちゃ美味しかったー。すっごい、しかもお刺身っていうのが、大きな、私が住んでる北海道安平町の、商店があるんですけれども、何商店だか突然忘れちゃった。なんかね、花火っていうバーベキューのお店もあるんですよね。そこの忘れちゃった。そう、ちょっとテロップ出そうかな。そう、そこの商店のね、ところの、注文して作ってもらったお刺身って言ってて、私知らなくて、あんな風に作ってもらえるのめっちゃすごいなって思いました。いや、美味しかったし、すっごいリーズナブルだったのって聞いたらね、そう、だから今度ね、お客さん来る時とか、いや、あれお願いしてもいいかなって思うくらいね、新鮮で美味しかったし、盛りも良かったしね、びっくりした、美味しかった。で、それでね、奈々さんと住職とカンちゃんと私のうちの旦那さんと私とね、5人で食べたんですけれども、それでもね、ちょっと残っちゃうくらいのいい盛りで、でね、せっかくだからっつって、私残ったやつもらってきて、それをね、旦那さんが今日夜ご飯に海鮮あんかけ焼きそばをね、作ってくれました。マグロとかね、サーモンとか、あとタコとかエビとかね、なんかいろんなの入っててね、すっごい美味しかった。足が出てってすごい美味しかったですね。本当美味しかった。その他にもね、ジンギスカンのやつね、住職がささーっと作ってくれて、でね、ちょっとね、後から動画撮ったすぐ後にね、作ってくれたんですけど、もやしとね、なんかベーコンのね、パパーっと炒めたやつとかもね、くれてね、すごい、いや、めっちゃ美味しかったな、本当ね、楽しかったし。でね、本当私もね、いろいろ喋りたいこととかあったんです。いろいろ奈々さんとね、お話ししたいなって思ったところとか結構あって。それでね、でもすごい忙しいから、本当お寺この時期ね。なのでなかなかね、会う機会とかもなかったんですけど、久しぶりに会えて喋れてね、すごい楽しかったです。盛り上がっちゃって、本当に全然動画撮るの忘れてました。ね、すごい楽しかったです。そんなわけでございましてですね。そう。でね、その後が、そう、どうしたっけ、なんか一瞬忘れて、そう、その後にね、普通にお買い物ちょこっと行ってね、久しぶりにスーパーね、隣町の、長沼町のラッキー行ったんですけど、前結構ね、行ってたんですよ、頻繁に。でも最近全然、千歳の方に行くことが多くなってて、あんまり行ってなかったんですけれども、
なんか久しぶりに行くとね、また新鮮な気持ちでね、楽しいですね。そんな感じでね、ちょっと少しだけお買い物して帰ってきました。そう、それでシエスタ寄って、あ、そうそうそう、それでシエスタ寄ったらね、たまたまなんですけど、いつもたまたまなんですけどね、ルリコさんがいて、で、ルリコさんが、マヤさんにね、お願いしておいたお野菜受け取るって言っていたんですよね。で、パヤさん来て、そしたらね、あれ、見ました？あ、見ました？見せてますよね。魔女のトウキビって言って、中がね、紫色みたいな感じ。ほんとね、綺麗。すごい濃い、こう宝石のようなね、ほんとルビーみたいな、赤じゃないんですけどね、でもね、キラキラの、なんかすっごい紫というか、赤というかみたいな色のトウモロコシだったんですけどね、めちゃめちゃ綺麗だった。すごい。でね、なんかこう少しね、注文してお願いしてたとかって言ってね、それで、見せてもらって、あれは中を見たの、私もちょっとちゃんとしっかり全部赤いや赤っていうかね、なんか色すっごい綺麗な色になってるのを初めて見たんですけれどもね、そうすごいでと思いました。 で結構ねもちもちしてるんですって、トウモロコシ自体がしっかりね火通してね、魔女のトウキビをねご飯と一緒に炊き込んだりとかね、いろんな美味しい食べ方いっぱいあるみたいな、なんかねプチプチしてね、もちもちしてて美味しいんですって。だから今度ね、私もちょっとお願いしてみようかなって思って見ておりますね。変わったね、なんかいろんなお野菜マヤさん育ててるからすごい面白いですよね。世界のいろんな種類のトマトとかもね、道の駅アビラデゴイチステーションとかにもね、納品出荷してるので、もしね見かけることがあったらぜひ食べてみてほしいなと思います。谷口農園さんっていうねやつでやってますので、ね、シール貼ってますのでね、もし来る機会ありましたら各チェックしてみてください。はい、本当に美味しいですよね。そんな感じでした。でその後ね、さっきもちょっとお話しましたけど、バレトン行って滝のような汗をかいてですね、でこの間昼間のね、先週は昼間のバレトンに出てて、普段私は隔週で出てるのは夜のバレトンなんですけど、さすがにね、先週の猛暑の中でエアコンないときついね、昼間だしねってことでエアコンのある方でやったんですけど、今日はね夜だしね、扇風機もね2台かけてくれてたしね、なので結構空気回ってて風通しも良かったのでね、大丈夫でした。でね、あれがすごい効く、首にこうやって巻くやつ、あれ1個あるだけで全然違います。自分の体の体温が下がってね、すごい、それでバテないで動けたのかもしれないね。でもすっごいいい運動しましたということでね、今日はこれくらいにしときたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日、またねー。なんか変な、ヨレヨレパジャマ。そういえば忘れてた。またねー。